はい、はい、こんにちは、翔太です。翔太の顔も映せよ。ああ、今日はですね、淵野辺の僕がいつも行っているフレアガーデンゴルフさんにて翔太と練習に来たんですけども、翔太がちょっと飛距離を飛ばす秘訣を教えてくれたんで、企画としてウームゴルフさんがドラゴンチャレンジっていうのをやってると思うんですけど、多分一番飛んでるのがプロ野球界のレジェンドのエロナさんって人なんですけどが多分290いかないくらいなんですよ。280、300超えてたよ。なんえ、マジで。うん、超えた超えた。じゃあ勝てねえじゃん。とりあえず300超えたみたいなんですよ。いや、そこに勝手に対抗しようということで、ショータイムドラゴン選手権一人ドラゴン一人みたいな感じで、はい、僕があちらも6球なんで、まあ、コンディションコースとかコンディション違うんですけど、うん、ここのトラックマンを使って同じ6球打ってレジェンドのエロナさんに勝てるのかっていう動画を撮ったんで、うん、ぜひ見てみてください。もう僕が教えたの大丈夫ですよ。いっす。本気だ。見ろ。はいはい。はい。すごい逆光なんだよね。めっちゃフック。これは239ヤード。はい、69か。ボールスピード80は行きたいね。行くでしょ。当たった。ボールスピード遅そう。80いかないな。293。はい、はい、こうしました。はい、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 300ヤード越さないと。ちょっと老けた。老けた。あ、出た。280。力んでる。うん、力んでるね。あと2球しかない。当たった。当たったの、うん、どうだろう。頼む。来た。余裕ですね、やっぱり。そうですね。案外といけましたね。いや、すげえ。あ、オッケーオッケー。まだまだ1球ある。うん、305ヤード、はい、暫定1位ですね。うん、320ぐらいいっちゃおう。どう？帰ってきてるよ。おお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 出ましたね、すげえ。はい、もうここまで飛ぶようになりましたね。ここまで飛ぶようになりました。ドライバー230ヤードで泣いてた俺が。ここまで飛ぶようになりました。すげえ。はい、ということで、はい、では勝也の一人ドラゴンでした。はい、はい、じゃあ今の動画を見て少しでもいいねって思った方はチャンネル登録と高評価の方をぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。